今日ご紹介するのは1970年代前半のウーマンリブ運動について学べる映画です。映画をご紹介する前にウーマンリブ運動について少しだけ説明します。まあ、ウーマンリブとは女性の権利を求めた運動なんですけれども、いろんな時代にこの運動は起きました。ただ今回ここで扱うウーマンリブ運動は1960年代後半から1970年代前半に起こった女性解放運動のことを指してます。まあ、女性の権利を求める運動で、男女差別なく男女の同権を求めました。まあ、この運動はアメリカだけでなく、やがて世界中に広がっていく運動となりました。そんなウーマンリブ運動を扱った映画を今回ご紹介しています。まず最初に紹介する映画はバトルオブザセクシーズ、2018年に公開された映画です。まあ、これは実話を元にした映画で、ビリー・ジーン・キングという女子テニスプレーヤーがいました。彼女は1972年に女性で初めて、まあ、賞金10万ドルを突破する選手となりました。まあ、世界中で注目される人気選手の一人だったんですけれども、その彼女が、まあ、全米テニス協会に対して女子選手の賞金金額を上げてくれと言います。なぜなら当時女性の賞金は男性の8分の1しかなかったんです。まあ、男子と女子選手の賞金金額を同じにしてくれとビリー・ジーン・キングは訴えたんですけれども、結局却下されてしまいました。まあ、その理由が男子選手の方が客を呼べるとか、男子の試合の方がパワフルで面白いとか、そういう理由をつけられて、同等の賞金金額をもらうことはできませんでした。本当当時こういうことが普通に起こってたんですね。女性は男にかなうわけないという男性が本当たくさんいた時代で、それに対して、まあ、女性は女性の権利を求める運動を起こしていました。まあ、そんなビリー・ジーンに対してボビー・リッグスという元男子テニスプレーヤーが試合をしようと言います。彼は自分のことを男性至上主義の豚と呼んで、まあこれパフォーマンスでもあったんですけれども、まあ本当女性に対してひどい発言をします。で、まあビリー・ジーンはボビー・リッグスと試合をすることになります。まあそれがこのバトルオブザセクシーズという映画なんですけれども、もうタイトル通りその試合はバトルオブザセクシーズと呼ばれる戦いになります。ビリー・ジーンには重圧がかかってたと思うんですけれども、女性テニスとウーマンリブを守るということで、ボビー・リッグスと試合をすることを決めました。一方、ボビー・リッグスの方はビリー・ジーンに勝って女は男にかなわないと証明すると言っていました。結構このボビーのことを応援してる男性もかなりいて、その男性たちは女性は台所と寝室にいればいいっていうふうに考えてる男性たちです。まあでもこの映画見てると当時のその女性差別のひどさを感じることができます。まあ、結局ビリー・ジーンはボビーに勝ちます。まあ、このビリーの勝利は多くの女性、世界中の女性に勇気を与えることになったし、全世界の女性がビリーの勝利を喜んだんじゃないかなと思います。まあ、当時の女性の権利を求める女性たちの思いを感じることができる一本だと思います。次に紹介する映画は Believe 未来への逆転という2019年に公開された映画です。こちらも実在するルース・ベイダー・ギンズバークという現在もアメリカの最高裁の判事を務めている女性の物語です。そんな彼女が1970年に行った裁判の様子が Believe 未来への逆転では描かれています。先ほどのバトル・オブ・ザ・セクシーズは1973年の試合なので、それよりも3年前の物語がこの Believe 未来への逆転です。まあ、日本とも同時期の物語なんですけれども、Believe 未来への逆転の方では、ルース・ギンズバークが法律家として
性差別を撤廃するために戦い続ける様子が描かれてます。憲法上では、まあ、皆平等というふうに謳われてはいるんですけれども、実際いくつもの裁判で男性優位の判決が出てました。まあ、彼女は1956年にハーバードロースクールに入学するんですけれども、もうその時からして女性は9人しかいなくって、常に女性差別の中で生きてきた女性です。ロースクール卒業しても、女性だから、母親だから、ユダヤ人だからといって、彼女の夢だった弁護士に就くことはできなかったんです。まあ、その彼女が夫と協力して、まあ、性差別を撤廃するために立ち上がります。まあ、当時、本当、さっきのバトルオブザセクシーズじゃないですけど、結構ひどくって、法律で女性の残業が禁止とか、あと社会保障給付金は男性は亡くなっても家族は受け取ることができるんですけれども、女性が亡くなった場合はそのお金を家族が受け取ることができないとかいうのをもう法律で認められてたんですね。さらに、ある裁判では男性の方が女性よりも数字に強いという理由で男性が勝つという、そんな裁判もあったりして、法律自体が女の人は家にいて、男の人は外で仕事をしてというのが前提になっているような感じでした。当時の法律家たちが女には男と同じ仕事はできないとか、家族を養うのは男だというふうに考えている人たちが多かったので、ルースは苦戦するんですけれども、彼女はこの裁判で勝ちます。これがアメリカで初めて性差別が憲法違反となった裁判になります。なので画期的な勝利でした。その後、ルースは女性権利プロジェクトという、まあ、女性差別撤廃の裁判をいくつも行います。そして1993年6月に最高裁の判事候補に指名され、承認されます。で、そこから現在も最高裁の判事を務め続けています。当時のひどい差別の中でも諦めずに戦い続けた彼女がいたからこそ、少しずつこう時代が動いていったんじゃないかなと思います。で、このルース・ギンズバーグのドキュメンタリーも制作されているので、それはまた後日こちらの方で紹介させていただきたいなと思ってます。先日お話ししたワンダーウーマンの原作者の物語、ワンダーウーマンとマーストン教授の秘密。まあ、この映画は先日お話ししたようにマーストン教授と、まあ、その奥さんとその愛人の秘密の生活が描かれていました。この映画の物語の中ではなくて、最後字幕でその後のマーストン教授たちの人生を説明しています。で、その中に1972年水種の表紙にワンダーウーマンが登場。ワンダーウーマンの能力も復活するという字幕があります。まあ、それは何かというと、まあ、ワンダーウーマンは、まあ、その衣装だったりとか、あと縛られてたりする描写が多いので、だんだんワンダーウーマンの描かれ方は良くないという風潮になってしまいます。まあ、マーストン教授が亡くなってからは、ワンダーウーマンは今までのように女性の権利などを訴える描写はなくなってしまいます。それが1972年に水種の表紙に登場するんですけれども、まずこの水種というのは当時のフェミニズムを歌った雑誌でした。ワンダーウーマンというキャラクターは1940年代のウーマンリブ運動の時はやはり一つのアイコンでした。なのでワンダーウーマンを1970年代のウーマンリブ運動の時もアイコンとして水種の表紙に登場させました。というわけで今日ご紹介したのはバトルオブザセクシーズとビリーブ未来への逆転でした。今回は1970年代前半のウーマンリブ運動について学べる映画のお話でした。